ハンガーゲームは2012年に公開されたアメリカ合衆国のアクション映画スーザン・コリンズのシリーズ小説ハンガーゲームを原作としている。監督はゲリー・ロス。パネムという名の独裁国家と化した近未来アメリカではキャピトルが政治の中心であり、キャピトル市民は貴族的特権を得ている。反乱の抑止を目的にキャピトルを囲む12の各地区から 12歳から18歳までの男女1名ずつが選出され、男女24人が殺し合う殺人サバイバル、ハンガーゲームが強制されていた。それぞれの地区は産業の特性が限定され、農業地区、商業地区、工業地区、工業地区などに分かれている。借り入れの日と呼ばれる選出の日に、プレイヤーに選ばれた12歳の妹プリムローズに代わって出場したカットニスは、 狩猟で鍛えた弓矢の腕ともって生まれた鋭い感を活かし、同じ地区から選ばれた少年ピータと共に戦いに挑む。カットニスは持ち前の精神力や能力で周囲を魅了し、指導係やスタイリストらを味方にしていく。カットニスの指導係となったかつてのゲーム勝者、ヘイミッチはカットニスを優勝に導くべく多くの助力をしてくれる。ゲーム開始後、カットニスは 第11地区の小柄な12歳の少女流と共闘するが、ルーは殺されてしまう。ルーの死を悼むカットニスの姿に、第11地区の住民たちは、キャピトルへの嫌悪を募らせ、暴動を起こす。暴動を抑えるため、ラブストーリーが必要だと、同郷の二人は、勝者とすると、ルールが変更された。身を隠していたピータと再会した、カットニスは、ピータと行動を共にする。 ゲームを見守っているキャピトルの住人がプレイヤーを機に入れば様々なアイテムをスポンサーとして差し入れするのでヘイミッチはピータと恋人同士を演じるようカットニズに入れ知恵する。秘伝の恋人となった二人にスポンサーがつきキャピトルの人気を得る。そして勝ち抜いた。しかし突然、やっぱり勝者は一人だけの宣言にカットニズはピータに真珠を持ちかける。 ゲームの破綻を心配したゲーム管理者セネカは二人とも勝者と認めることにし、カットニストピータは生き残ることに成功する。ゲームの結果、第11地区で暴動が起こり、勝者を二人にせざるを得なかった責任を問われ、ゲーム管理者セネカは自害を強要され死んでしまう。勝者として故郷に外戦した二人は恋人同士として振る舞う羽目になるが、 カットニスの心には、かつての狩猟仲間であるゲールへの死母が消えない。本作の音楽は、当初ダニー・エルフマンとティー・ボン・バーネットが担当し、バーネットは、本作の音楽プロデューサーを務めると発表された。後に、スケジュール上の都合により、エルフマンが降板し、ジェームズ・ニュートン・ハワードが音楽を手掛けることになった。本作のサウンド・トラック版に収録されている曲は、 映画にインスパイアされて制作された。日本での発売、販売元は角川書店。ありがとうございます。